はいえーと今日はですねいよいよですね焼き梅干しダイエットの効果を確認する日がやってまいりましたえっ、ー、とおよそですね1週間前、うんと焼き梅干しダイエットを挑戦するということで動画にもあげたんですがちょうど1週間経ちましたのでですね梅干しの方 今日も食べてですね、体重計に乗って効果を確認したいと思います。で、一週間前に動画を上げたんですが、ちょっと見てないよって方もいると思うので、えー、っと、ちょっとボードに書いておきました。これ100均のね、200件棒、200件のホワイトボードです。焼き梅干しダイエット効果、やる前7 2 1キロでした。果たして今日、 1>, 1週間たってですねこの梅干しを食べますよさっきにねうんこんがりと焼けたような大体いい1日ですね二個ぐらい多い時で3個食べたかな多ければいいってもんじゃないですけど大体 塩分の取りすぎもねやばいのでこのぐらいに2個ぐらいにしておりますそれでは体重計の方に移動しますよはいこちらですおなじみのタニタの体重測定になりますはい乗りますよー てるか71.2体体重も21.6下がったなこれな筋肉骨はいつもこれぐらいです基礎代謝1542体内連立36もう10歳ぐらい若いですね体水分51%ですはいこちらやや過剰 前はね真ん中だったんですよねやや過剰がもう少しでメタボが標準になりそうな状況ですはいということでですね71.2という結果が出ましたうーんとね書きますよそれでは71.2まあ 大体1キロですかうん大体ねお昼を食べる前にこの前もやったんでね全く同じ時間帯でですね全く同じ状況で確認しましてですね、うん、まず約,大約1キロ0 9キロですねダイエットに成功いたしました。 これねまあ1週間じゃわからない部分もたくさんあるんでね2週間3週間で1か月2か月って語ったらね60代に行くのかなーなんてでもやっぱりねダイエットの基本はやっぱりこうやってね、えー、公表することによってですねもし例えば甘いもの食べたいなって思った時にですねうんそういえばダイエットしてんだったってやめようって そういうふうにやっぱり思うものですよね。だから何いっつもね、うん、何でも好きなものを食べてですね、いてはですね、やっぱりダイエットっていうのは成功しないのかなって思ってます。僕もこの1週間ですね、何度かあの甘いものに,に手を出そうかなって思ったんですけど、そういえば梅干し、焼きの梅干しダイエットをしてたなと思って、はい。まあ、その辺もあってですね、 うん、うん、あったのかどうかはまああれですけど、まあ結果はオーライということでやってましたので、まあこれからもですね、ちょっと続けていければなと思っております。今日はですね、最後までありがとうございました。失礼いたします。